来たここがエンタメの中心地、タイムズスクエア。果たして栄冠はどの映画に輝くのか。まこと、俺たちの作品が大賞だよな。俺とユウくんの作品が大賞に決まってるよ。そうやって甘く見てると俺たちが大賞をかっさらうかもしれないよ。ニューヨーク観光楽しみです。ニューヨークで過ごすユウくんの姿を撮影しないと。マー君は俺のお世話係なんだから。若い子は元気がいいの。私たちはその分仕事しないと。もう手遅れだ。あと少しで私の計画は完成する。誰に依頼されたの？何が目的？今のって事件ですよね。あれって結城先輩、どうしよう。今が私たちにできることをしましょう。待てよ、なんでお前らが授賞式のこと知ってるんだ？血のりを生かそうって魂胆やな。僕が無邪気にアイドルしてていいのかなって。アイドルであり続けるのは難しいことだよね。我が輩がそちら側のものを一個だにしないとなれば、それこそ天罰が下るわい。アンサンブルスターズロードトゥーショー。マジありえない。